には魔物はいないみたいね。ああ。あなたたち、何を怯えているの？お前たち。怖がらなくていいのよ。見ての通り、私たちは魔物じゃないわ。きっとひどい目に遭われたのでしょう。さあ、はぐれていた娘さんをお連れしましたよ。待て、読めたぞ。後ろだ。俺一人で十分だ。行くぜ。気配を消して背後から襲いかかる。なかなか理にかなった作戦だ。安心してる場合じゃないでしょう。族長さんたち逃げて。わかりました。族長、走れますか？行けるぞい。では落ち着いて深呼吸しましょう。せーの。Thank you.
もうちょっとよ、頑張って。早すぎ。要は勝てばいいのよ、勝てばね。よしっと、これで本当に魔物はいなくなったわね。うん。さあ、早くあなたの大切な人のところへ。ありがとう皆さん、本当にありがとう。ディルク様、王自ら兵を率い、我が娘を、そしてこの町をお救いくださるとは、わしは感無量でございますぞ。なんの、王として当然のことをしたまでじゃ。本来ならもっと早くに駆けつけたかったのだが、他の町も大変なありさまでな。やはり魔物たちの異変は世界中に広がっておるのですな。これは由々しき事態じゃ。族長殿、わしは世界を束ねる者として異変の原因を探り、魔物たちを元に戻したいと思っておる。どんなことでも構わぬ。何か手がかりになりそうなことを知っておらぬか。一つだけ心当たりが。我ら一族に代々伝わる太古の神話、封じられし闇竜についての伝承です。この世の最も深く暗き場所に眠りし闇の竜、その強き闇の力はあらゆる光を覆い隠し、あらゆる闇を増幅させる。その眠りを決して妨げてはならない。闇竜の目覚めは破滅の始まり。世界の調和は崩れ去り、永遠の闇に閉ざされる。フローラさん、あなた知ってるの？昔絵本で読んだ異世界の物語に同じことが書かれていたんですの。印象的だったものですから私覚えていて。不思議なこともあるもんですな。我ら一族に伝わる伝承もこのお嬢さんがそらんじたものと全く同じです。なるほど。次元島の噴煙や魔物たちの異変に闇竜が関係しているかもしれないということか。つまり起こしちゃいけない闇竜が目覚めようとしているかもしれないってこと。おい、古い言い伝えゆえどこまで正しいものかは分かりませんが。闇竜の言い伝えは知っておったが、確かに
世界の異変と何か関係があるのかもしれんの。だとしたら手遅れになる前に手を打たねば。あの国王様。ん？私たちも皆さんとご一緒させていただけませんか。詳しいことはまだよくわからないけど、この世界で大変なことが起きてるんでしょ。放ってはおけないわ。でもいいの？あなたたちには一刻も早く元の世界に帰らなきゃいけない事情があったんじゃ。でもこの世界の事情を知ってしまった以上、私たちだけ知らんぷりなんてできませんわ。なんと清らかな心根の娘さんたちなんじゃ。心から歓迎するぞ。いざ共に進もうではないか。ありがとう。それじゃあ皆さん、改めてこれからもよろしくね。ねえ、はい、そうね。わかりました。
空間ってすごいわ。気球よりもずっと大きくて速いもの。え、もしかしてアリーナは気球で旅をしたことがあるの？うん、でも気球はみんなで乗ると狭かったから。こんなことできなかったけどね。姫様、危のうございます。こんなに高く飛ばなくても。情けないやつだな。高いところが怖いのか？大丈夫だ。高いところを克服する完璧な作戦を思いついたぞ。まず好きな女の子と手をつなぎ幸せな気分になる。そのまま高いところへ。何か見えてきたわ。あれかしら。おお、そうじゃ。あれこそがエルサーゼ城と我が国のシンボル、世界中よ。まずいわ。世界中が。Thank you.
いね。頑張ってくださいね。頑張ってくださいね。お気をつけて。こんにちは。お手紙が届いていますよ。それではまた。